はい、では皆さん、こんにちは、こんばんはございます。ムチゲームズのムチです。今回ですけども、イチローセレクションがね、登場確定したということで、もうマジでね、緊急で動画回してます。まあ、今日2本動画撮って2本編集して出したんですけども、まあ、出した後すぐにね、コナミの方の公式からね、イチローセレクションについての動画がアップロードされたんで、今急いで動画回してね、動画撮りたいと思います。ちょっと編集とかもね、あんまりできてないかもしれませんけども、また明日ね、まあ、改めての動画撮ろうと思います。まあ、とりあえずね、イチローセレクションが登場確定したということで、まあ、イチロー選手とのね、対談の動画がね、まあ、今回今公開されたんですけども、まだ見てない方はね、ぜひよかったら見てくださいということで、まずなんですけどもね、こちらね、まあ、多分画面載ってると思うんですけども、TS かな、まあ、TS とイチローセレクションがコラボみたいな感じで、まあ、TS の背景って出てくるんですけども、多分 TS 第3弾なんかな、まあ、なんかよくわかりませんけども、TS とのコラボという形になっております。まあ、なんでね、まあ、現役の選手とか、あと現役の選手はいないか、TS の対象の選手、まあ、コーチとか監督の選手が全員出てるっていう感じです。あとは、ね、イチロー選手もね、登場しているんですけども、イチロー選手の能力に関してはまだわからないっていう感じです。まあ、イチロー選手以外の選手のね、能力に関してはまだわからないんですけども、写真はね、まあ、今出てるっていう感じです。まあ、というわけでね、まあ、選手の方ね、まあ、見ていきたいんですけども、まあ、じっくり見る感じではなくてね、まあ、パッと見ていこうと思うんですけども、まず、阪神今岡選手ね、で、カープが新井選手、ベイスターズが鈴木選手、巨人が桑田選手、ヤクルトが伊藤選手、そして中日が大塚選手、で日ハムが稲葉選手で、西武が松井選手、そして楽天が今井選手で、ソフトバンクが斉藤選手、でロッテが堀選手で、オリックスが中島選手ということで、まあ、監督が多いですね、本当に。うん。対談の動画もね、僕まだ全部見切ってないんですけども、監督がね、多いっていうイメージかなと思います。まあ、松井監督とかね、あと稲葉監督二軍監督か、桑田監督も二軍監督か、あと今井監督、まあとは高島監督とか新井監督とか、まあ、監督が多いですね。まあこっから見るとね、まずプロスペ的に見ると今岡選手かな。今岡選手昨年も確か登場してるんですけども、まあ、セカンドでねアーティストなんですよね。まあ、セカンドのアーティストってね全然いなくて、国保選手のねソフトバンクバージョンと、まあ、あとこのね今岡選手ぐらいなのかなと思います。今岡選手は2年前ですかね。なんで今岡選手がね今年もアーティストでね、まあ、セカンドが適正つきながらね登場してきてくれたら熱いなと思います。パワーはねちょっと低いんですけども、全然守備適性も視野ありますし、結構おすすめかなと思います。まああとはですね、カープですね。カープの新井選手。新井選手もカープのね、まあ、広島バージョンということで、昨年はね、阪神バージョンだったんですけども、広島バージョンの新井選手に関してはね、かなり強い能力で、まあ、ラインドライブでね、広角打法を持ってて、あとはパワーも高いんでね、結構おすすめかなと思います。まあ、この時もね、多分出てるんで、この時の能力で出るかな、まあ、広角ラインドライブなんでね、結構面白いかなと思います。まあ、多分ですけどね、こちらね、TS 特殊能力は TS 通りなんで、でまあ、通常通りのね特殊能力で登場するのかなと思います。まあ、あとプロスピ的に言うとね、松井和夫選手かな。でこの間アップデートでねなんかありましたけども、松井選手もね、まあ、西武バージョンの方はかなり強いのかなと思います。去年はね楽天バージョンで登場してるんですけども、今年はね、まあ、西武バージョンかなと思ってたんですけども、このタイミングで来るということで、まあ、能力に関しては文句なしですね。あと特殊能力がアベレージヒッターにね最近の方は変わってるんで、さらにね強くなっているのかなと思います。まあ、松井選手はね、ほんとショートの中でも強いんですけどもね、やっぱ広角打法がないんでね、そこはちょっと厳しいのかなとは思います。まあ、あとはね、まあ、この間出たばっかなんですけど、稲葉選手ね。まあ、稲葉選手もね、僕今最近使ってますけども、ラインドライブね、まあ、かなり打ちやすいかなと思います。まあ、パワーも B ありますし、守備適性もね、結構高いんで、稲葉選手も強いかなと思います。まあ、あとね、斉藤和美選手ね。まあ、斉藤和美選手ね、まあ、フォーク2種あるんですけども、まあ、最近はね、まあ、ちょっと結構打たれてるかなっていう印象ですかね。まあ、純正勢の方からしたらね、全然ピッチャーとして入ってくるのかなと思うんで、まあ、めちゃくちゃね、すごい成績残されてましたし、斉藤選手の登場ね、まあ、嬉しいなと思います。まあ、あと、堀選手。まあ、堀選手もね、セカンドでね、ラインドライブで広角打法あった気がするんですけども、まあ、堀選手もね、かなり強いんですよね。なんかガチ勢。モサの方とかもね、一時期使ってたりしましたし、堀選手もね、登場してきてくれたら熱いなと思います。まあ、そんぐらいかな。まあ、プロスピ的に見てもね、まあ、結構強い選手は多いと思うんで、まあ、無課金税、メカ金税ね、ガチャシステムによっては引くのもいいかなと思います。続いてね、イチロー選手ですね。まあ、イチロー選手に関しては過去に2度登場してるんですけども、まずこちらの方ですね。まあ、こちらの最初の方にイチロー選手は、まあ、レフト適性もあってね、特殊能力もこんな感じです。まあ、エリア51とイチローっていうね、イチロー選手の
斜めの独身登録もあって、まあ、こちらもね同じ感じになっています。ただサムライバージョンの方はね、まあ、デフォルトの能力が1プラスされているのとレフト適性がないんで、まあ、そこはね違うかなと思います。ただねこっちの方が補給は S なんでね、まあ、そこは熱いかなと思います。今年の一郎選手ね、また能力変更、多分査定年度が確か違うと思うんで、まあ、楽しみかなと思います。まあ、ラインドライブとかでね、登場してきてくれたらかなり熱いんでね、まあ、ラインドライブ一郎選手の方をね、期待したいなと思います。まあ、それじゃなくてもね、まあ、中段道でも全然一郎選手やっぱ打ちやすいって言うんで、僕自身一郎選手ね、持ってないんで、今年ね、登場するんでね、まあ、来週かも欲しいなと思います。まあ、あと3日後か、まさかこのタイミングでしたね。やっぱエキサイティングよりもね、早くに一郎セレクションが登場するのはちょっと正直驚きですけども、これね、いや難しいっすね、本当に。まだ第3週、エキサイティングの3週目の選手がまだ決まってないんで、まあ、エキサイティング回すか、一郎セレクションめちゃくちゃ回すかね、めちゃくちゃ迷うと思うんですけども、いやー、これはね、本当に迷うところかなと思います。また改めてね、動画は撮ろうかなと思います。続いてね、まあ、ガチャシステムですね。まあ、ガチャシステムに関しては、TS 第3弾ではね、まあ、例年では、まあ、一応30連目で S ランク確定あるのみなんですけども、こちらね、今年はどうなんでしょうか。まあ、一郎セレクションだと前回はね、30連目、60連目、90連目で、一郎セレクションの選手がね、まあ、1枚確定という形で、あと一郎選手ガチャ、最初のね一郎選手ガチャに関しては100連目でね一郎選手が確定で手に入るという形でした。まあ、なんでね今回全く読めませんけども、まあ、TS のね形で出てくると思うんで、まあ、30連目レスラン確定のみかな。まあ、あとはランキングとかですかね。まあ、そんな趣味こともないと思うんで、まあ、もしかしたらですけどもね、ここで無料10連とかもね、ある可能性はあるかなと思います。ある可能性はある。ちょっと日本語見せれましたけども、まあ、一郎セレクション、まあ、一郎もね、絡めてきてるんで、ここでね、無料10連、コナミさんほんと期待したいなと思います。今年まだね、1回しか無料10連来てないんで、まあ、一郎セレクションの方ね、楽しみにしたいなと思います。はい、ということでどうだったでしょうか。めちゃくちゃ緊急でね動画回したんですけども、いやほんとねびっくりしましたね。まさかこのタイミングでね、まあ、いきなりね動画上がるのはちょっとマジでびっくりしました。まあ、TS もねどうなるか分かりませんけども、まあ、これは TS 第3弾という括りで来るのか TS 一郎セレクションバージョンで来るのかね、まだそれすらも分かんないんですけどもね、まあ、あと3日後を楽しみにね待ちたいなと思います。まあ皆さんもねエナジーどこで使うか迷ってる方も多いと思いますし、僕自身もね、まあ、TS 第2弾走ってる最中だったんですけども、いや、これ迷いますね、本当に。まあ、ただ、日ハムかね、稲葉選手だったんで、僕、稲葉選手ね、まあ、昨年の私立 OB に獲得したばっかりなんで、まあ、今回はね、まあ、スルー、まあ、第3弾、まあ、一郎セレクションの方はスルーでもいいかなと思ってます。まあ、まだね、まあ、ガチシステムとかによっては課金とかも考えたいなとは思ってます。とりあえずね、やっぱ個人的にはね、金子誠選手が欲しいんで、なんとかランキング走ってね、頑張ろうと思います。ぜひね、配信とかもしてるんで、見に来てくれたら嬉しいです。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価、あとプロスペースのフォロー、インスタのフォロー、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは、お父。